9時9分です。文化放送、国丸ジャパン、極み深読みジャパンです。えー、木曜日のコメンテーターは、政治アナリストの伊藤厚夫さんです。えー、その安倍政権、なぜ支持率が、えー、もっと下がらないかっていう <laughs> 話の前に、えー、このニュースいきます。日本大学アメリカンフットボール部の悪質な反則問題で、関東学生連盟一部リーグの監督会は、 出場資格停止処分となった日大が今後復帰を許可されても納得できる組織改革が行われなければ対戦を拒否する方針で一致しました。関東学生連盟が日大を出場資格停止とするなどの処分を決めたことを受け、連盟に所属する一部リーグの監督会は昨日、東京都内で臨時会合を開きました。 会合には日大を除く15チームが参加し、日大が連盟の定めた条件を満たして復帰を許可されても、各チームが納得できる組織改革が行われなければ、対戦を拒否する方針で一致しました。議長を務めた日本体育大学の大山茂監督は、日大の再発防止策、新体制に対して、 実際に試合ができるのかどうかを考えていきたいと話しました。はい。えー、ま、えー、内田前監督、井上勤前高チは除名という、う処分ですね。 で、アメリカンフットボール部そのものの、まあ、今後の試合については、えー、今年度、2018年度の、えー、試合というものの出場停止ということになっています。ただ、えー、体制が改まったら、その時はまた考えますよということなんですが、さあ、あの、毎日のように報じられているこの日大アメフト問題、あるいは、学校法人としての日大のあり方にも最近随分と注目が集まってますが、伊藤和夫さんはどのようにご覧になってますかあんまりあの、知ってるふりしたくないんで。<laughs> 自分の知ってる範囲なんです。はい、まず、スポーツ。まあ、僕も大学の途中までずっとスポーツやってましたから、はい、スポーツと喧嘩の違いっていうのを改めて認識したんですね。うん、一つだけ大きな違いがありますね。うん、ルールがあるかないかです。はい、で、今回のこの問題って、完全にルール破りですよね。うん で、まあ今言われてるところで言えば、監督、元監督、それから元コーチ、ルールを破ることを、むしろ、その、奨励というか、押し付けて、選手に対して押し付けていたという可能性は極めて高いんですね。というん、ことになると、もうこれはスポーツではない、いうことですね。で、じゃあなんでそんなことまでしたのか、というのをやっぱり考えなきゃいい。 申し訳ないですけどアメリカンフットボールってどっちかというとマイナーなスポーツですよね、はい、コアなファンの方たくさんいられますけどもマイナーなスポーツですよねでもその中でのルール破りして喧嘩スポーツじゃないようなことまでやってても勝たなきゃいけない、うん、その背景に一体何があるのか、うん、そうするとたどり着くのはその監督やコーチの保身の部分ですね、うん あるいは出世立志に出世の部分、うんえー、あるいは日大という学内での影響力の増大、うん、なんかそういうものが非常に複雑に絡んでるような気がしてそうするともうなんかスポーツってまあ本当にこう,う美しくてオープンで、えー、汗と青春と涙でっていうイメージと全くかけ離れた世界がこの背景に、うん ととあったんだなと、うん、でそれが結果的にたどっていくと大学というその巨大日大という巨大な大学組織の、うん、まあいわばその体質、うん、みたいなものにどうもこう原点があるような気がするんですよね。うん、だから逆に言うとそこを正していかない限り 似たようなことはまた起きるんじゃないかな。例えば、あの、監督も辞めた。それから当該コーチも辞めました。うん、それから、なんか主要なあのコーチも3人ぐらい辞めるとか辞めたとかって言ってますけども、はい、結局、内田さんという方は、今、一時的に職務停止してますけど、うん、自主的に。まだ、常務理事だっけ日大の常務理事ですね。ねね辞めてないわけですね。うん、でそうすると、そのまま残られるということになると、人事権はそのままままた掌握するわけでしょ、うん だ新たなコーチ陣あるいは監督を選んだ時にも必ずこの人の影響力っていうのがそこに残る可能性が高いそうすると考えていくとやっぱり、まあ、まずこの方の影響力を一切排除するっていう形を取らないと本当の意味での体質課税にはならないだろうとで同時にじゃあその方の上にいる方との関係でいうと、まあ、ナンバーツーと言われてますね で、ナンバーツーに取り立てたのはナンバーワンだと言われてる。その理事長の田中さんという方だと言われてる、うんで。その方がこれまでは一切出てこない。うん、えぇ、ー、掛け学園の理事長みたいなもんですね。そうですね、えー。何があっても本人は一切出てこない。うん、えー、そういうその、一番上にいる人の、要するに指導方針ですよね。うん、ある意味で言うと。うん、それが全てに影響を与えているような気がするんで、うん あの、黒山さんもね、日大出身。で、非常に、あの、迷惑されてると思うんですね。<laughs> なんか知らないけど、あの、謝罪を求められることがありますね、えー、飲み会であの、一時期、麻生政権の時にね、<laughs> えー、あの、お前も学習院だから漢字読めねえだろって散々やられてるですね <laughs>、えー。非常に迷惑をしたことがあるんですけど、<laughs> 本当に日大の学生さんもそうだし、OB の皆さんも非常に今迷惑してると思うんですけど、 まあ、その意味で言うと、これだけたくさんの現役の学生、OB もいるんだから、日大改革にさ、その人たちが一丸となって取り組んでみたらどうなのかなっていう気がしますけどね。 本当にあの、まあ、日大 OB、OG、いろんな考え方を持ってらっしゃる方もいらっしゃるでしょうけど、現在も例えばその日本大学のこう、まあ、例えば評議委員会ですか。うん、そういうところでも今回のことを取り上げて何とかしなきゃいけ,いけないんじゃないかって言われながらも、やはりトップからのこう圧力という、そのトップが別に何を言ったというわけじゃないけど、存在の圧力で何も言えない状況になってるっていうことも。山田町そっくりじゃないですか。全く同じですね。<laughs> えー ですんで、これ、今は、あの、警察の捜査も入ってきてるし、今、週刊文春、週刊新潮もかなり確信をつく報道をし始めている。まあ、その審議のことはまた別に置いといても、そういうところから明らかになっていくってことで言うと、関東学連が求めている体制の刷新っていうのは、アメリカンフットボール部だけのことではなく、アメリカンフットボール部を、こう、まあ、管理している大学当局の、まあ、体制の刷新ですか。 これまでひょっとして求めてるのかなそれから、あの、感覚の被害にあった奥の選手のお父さんも、元のところをこう改革しなきゃ、この事件ってうやむやに終わっちゃうので、うん、なんとかこれから切り込んでいきたいんだってニュアンスのことをおっしゃってるし、うんうん、で、最終的にこれ一見落着はかなり時間かかると思うんだけど、うん、大学改革しても、伊藤沢さんおっしゃってる通り、また同じことの繰り返しになってはいけないので、うん かなり厳しい、難しいと思いますが、可視化ですね。うん、このようにして日本大学は変わりましたという過程も含めて、うん、日大のホームページには何にも出てませんからね、今回のこと。<laughs> 一切、アメフト部が出てますよ。うん、アメフト部のオフィシャルサイトには。うん、でも日本大学の ホームページ見ても全然書いてないので、もう呆れても情けないやら何やらなんですが、ーホームページか何かで刷新するんであれば、その意気込みから、それから今こういう話し合いを日大はしていますってことを、まあ、日本大学に関係している方、あるいはこれから日本大学受けようかなと思ってる方、まあ、スポーツで貼りたいって方もいらっしゃるでしょう。そういう人たちに見せるようにしなければ意味はないと私は思うのですが、 のの話はこの辺です <laughs>、えー、さて、えー、木曜日恒例の伊藤敦夫さんの川柳です一年中梅雨空続く長田町まさにそうですね一年中梅雨空続く永田町じめ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 してねたまに晴れるかなと思ったらまたザーッと降ってきたりですねザッと降りゃいいんだけど なんかパラ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 振ってんですよね、ずっとね。じとじと。じとじとですね。<laughs> まあ昨日も投資討論みたいなのがあったんですけど。<laughs> えー、みたいなのらしきものがね。えーえー、まあ例によって、安倍さんはうまいなと、質問には一切正面から答えない。だ、うん、から、無関係な話をだらだらだらやって時間を消化する能力が極めて高いなと思ってみたんですけど、うん、おそらく皆さん、ああ、もういい加減にしろよ。でもいい加減にしろよ。 みんながもう一回考えなきゃいけないですよね。うん、誰なんでしょうね,ねさてあの今日はねちょっと僕はあの前に聞いた話で面白い話を思い出したんですけど権力のトップの座に座る人のそのパターンっていうかな4分類であるって言うんですよ。うん、有能な悪党、うん、あいや有能な善人有能な善人有能な悪党無能な善人無能な善人 無能な悪党大体この4種類に分けられると、うん、権力のトップについてる人間っていうのは大きく言うとねでもちろん誰が見ても一番いいのは有能な善人ですよね、うん、で一方で言うとその無能な悪党、うん、これがあの最もダメなのは大体皆さんすぐ分かりますよね、うん、で一方で世の中に有能な善人って有能な善人がトップに作って あんまりないですよね。残念ながらね。うん、そうしたらあんまりいないですよね。もう聖人君子みたいな人は。うん、で、一方で言うと、無能な悪党っていうのはですね、やっぱり、無能なだけに割と簡単に見抜くことができるケースが多いですよね。うん、そうすると、これもなかなかトップの座には座らない。まあ、間違えて座るケースはありますけどね。問題は2番目と3番目なんですよ。うん、有能な悪党か、うん、無能な善人か。うん、一体あの、 どっちを選べばいいのかっていうのはこれある種永遠の課題なんですよね。うん、どっちがいいと思いますか。車さ、うん、<ず>これは悩むということですね。でしょただ、悩ましいのは、うん、えっと無能な善人、うん、で本人は悪いことしてると思ってないから、うん、い,い,いい人なんですよ。うん、でも。 そういう人いますね。いますよね。<laughs> 誰とないませんけどね <laughs> うんあの。民主党政権とかに言なかったんなこ言わないんだけど、うん、これね、すごく悩ましいテーマなんです。うん、永遠のテーマと言ってもいいかもしれないですね。うん、で、ま、あの、今週集中審議もありましたね。うん、あの、月曜日にね、はいあ。あれなんか見てても僕はつくづく思ったんですけど、森友の影の問題なんかでも、あの、<laughs> 例えば佐賀さんっていう方、なんかもうすぐ、あの、どうやらこれ立件を見送るというね、まあ検察審査会が出てくる可能性あるんですけどね。はいえー、この集中審議の中でも新たな事実、これはまあ愛媛の新聞書っていうのを中心になって出てきてるんですけど、昭恵夫人の関与を、まあ日本語普通に読めばあの記述を見ると、うん 関与してたじゃんっていうふうに思われるような文書が出てきた。それから、もう一つびっくりしたのは、あの、家計がね、うん、あの、獣医学部の新設に関してですね、まあ、安倍さんあの1月20日まで知らなかったとずーっと言ってるんだけど、うん、いや、実は10 2015年の2月の15日に理事長と会ってましたよっていう愛媛文書が出てきた。うん、だから、先週僕この番組で言ったと思うんですけど、家計はもしかしたらあれ嘘でしたって言うよって言ってると思うんですよね。はい その通りのパターンになってるんですよ。<laughs> だってそれ以外に安倍さんの発言と辻褄合わせる方法ないんですから。うん、だから先週も僕言ったんですけど、あの賭けの今回のコメントね、うん、報道閣議しか書いてないやつがペローンといきなりマスコミに全部来たらしいんですけど、あれは、あの、いや、ちょっと愛媛県と今治市に嘘ついちゃいました、うん、ごめんなさいっていう文章でしょ。うん、嘘ついちゃいました、ごめんなさいっていうのが、 という嘘をついたのか。そうだ。えでも、その通りなのか。まあ、明らかに僕は前者だと思ってますけどね。うんうん、可能性が高いのはね。まあ、そういうものがどん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 出てきたんですけれども、一方で言うと、なんかやっぱりもう森友家けの問題って、あの、僕はテレビのワイドショーなんかの、あの、要するに企画ずっと見てるし、自分もは出たり出なかったりすることがあるんですけど、 ほとんどね、取り上げられなくなってきてるんですよ、森友家計の問題はこれ、いわゆる視聴率ですか稼げないらしいですね。そうですね。えー、もう日大が視聴率稼ぎまくってるみたいなですね。で、そういう状況の中でだん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 こうフェードアウトしていくのかなっていう感じに、こう今非常に、まあある一種の僕は器具の根を抱いているんですけど、うん、それは冒頭言ったように、みんながもう飽き飽きしてね、うんえー、いつまで経ったって真相はわからないじゃないのと、もういいよ、 っていうふうになってしまうっていうのが、果たしてそれでいいのかなっていつも思うんですね。で、ここまで1年以上にわたって、例えば公文書の改ざんの問題も、1年前から嘘つき続けてたわけでしょ。うん、え防衛省の日報の問題も、1年前から嘘ついてたわけですね。隠してたわけですね。で、影 <laughs> の問題もずっと1年以上引っ張ってる。うん、で、真相がわかんないんだから、もういい加減にしろよって言うんだけど、ちょっと待ってよと。 その真相がうやむやむのまんま積極的に真実の解明に取り組まなかったのは一体与党なのか野党なのか。うん、与党ですよね、これ。うん、えー、まあ野党がギャギャギャ言ってるのもなんですけどもね。うん、まあでもそういう、そのみんなが飽き飽きしているなーっていう状況を反映しているのが各種の世論調査の数字だと思うんですよ。はい、で、ちょっとまとめてる、例えば時事通信が5月の11日か14日までにやったのは指示が,支持が えー、これだけはね、面白いんですけど、38.1%で、マイナス0.3なんですね。不支持が43で、不支持がちょっと増えて0.4増えてる。うん、でも他のですね、例えば読売、これ5月の18日から20日なんですが、パ、えー、センが3%増えて42、不支持が6%減って47、朝日、これは19日から20日ですね、不持、うん、が5%増えて36、不支持が えー、8減って44、うん、一番直近の2527で行った毎日の調査が、えー、支持が1%増えて31不支持が1%減って53大体まあ時事のくとですねなぜか支持率上がってきてるんですよ自立、うん、微増ですけどね、うん、もちろん不支持の方が上回ってるって状況は変わらないんですけれどもこれねすごく不思議だなと思うのは そういう世論調査のデータの中で例えば柳瀬さんね、はい、あの3回会ったとか、うん、家計とあったとか今治とあった愛媛だった、えー、記憶にないと言い続けた人この柳瀬さんの説明に納得してるかっていう質問に対してはですね大体どの調査も80%前後が納得できないって言ってる、うん、だから家計学園に関する疑惑は晴れましたかっていう質問に対してこれ朝日の場合83%が晴れてないと。うん 毎日でも賭けについて安倍さんの説明が信用できないって答えた人が70%いるんですね。うん、で言い換えれば国民の7割から8割は総理としての安倍さんを信用してないあるいは安倍政権の対応を納得できていないっていうことになるわけですよ数字上は、うん、もっと極端なのは安倍さん嘘ついてるねって大体皆さん思ってる。 っていうことに世論調査の数字の中でも、自民党を支持している方の中に、うん、自民党支持している方に聞いてみて、今回のことではっきりしてますか、うん、解明してますかっていうと、してないっていうのはやっぱり70%ぐらいんですよね。うんうん、で面白いのは、ただね、一つ面白いのは、例えばそのじゃ次の総理、誰がふさわしいですか、うん、っていうと、一般の人向けの調査結果でいうと、大体まあ石破さんがトップに来て、うん 次が安倍さんか、小泉進次郎さんか、うん、でずっと下の方行って岸田さんっていうケースが多いんですけど、うん、自民党支持層で見ると、圧倒的に安倍さん支持が多いんですね。うん、なんかねこう、世論調査の数字だけを全部僕信用するわけじゃないけど、なんかこう、皆さんの,この答えるその数字を見ていると、ものすごくこう意味が不明になってくるんですよ。<laughs> かんないですよね。なんでなんだろうと。<ー> これだけ皆さんが安倍さんもう信用できないよって言ってるそれから不支持の理由の中でももう断トツ安倍さんを信頼できないが多いわけですよねそれでも一方内閣支持率はまあ下げ止まり多少回復傾向がある政治って前から僕言ってますけどものを作ったり売ったりする商売じゃないですから言葉が全てなんですよねでその 言葉が信用できなければ、政治って成り立たないはずなんですよ。言葉によって国民に説明をする、納得をしてもらう、理解を得る、それによって前に進んでいくっていうのが本来の姿でしょ。でも、このデータを見ると、安倍さんの言葉を信用してる人はあんまりないわけですよ。うん、ただ一方で、あの、言うと、でも、まあ、安倍政権でいいじゃないって、うん この数字を見るとねあの思ってしまうところがあるでもう一つ言うとこの政権の特徴の一つはですねあのどんなに落ち込んでも大体3割ぐらいであの止まるんですよ、うん、30%ぐらいの支持率はいなんとか維持するんですよ過去もそうですね去年の7月8月頃は3割切った調査もありましたけど、うんまあ、大体3割っていうラインなんですよね でこの底堅い3割の支持層って一体何なんだろうって分析していくとおそらくその中の3分の1から半分近くは、まあ、いわゆる安倍さんのいわゆる保守的な考え方、タカ、うん、保守というかな戦後レジームからの脱却みたいなものい,い、うん、これを、まあ、それこそ盲目的に支持している人たち、はい、ですから何があっても安倍さん支持。 残りの半分から半分今日は、まあどっちかというと、まあいろいろあるけどさ、まあ安倍さんでいいじゃんと、えー、いう人たちなのかなっていう気が僕はするんですね。うん、ただ、あの、その、まあ安倍さんでいいじゃんって人たちにも僕は問いかけてみたいって聞いてみたいんですけど、自民党って僕もまだ多彩な人材がいっぱいいると思うんですよ。うん、まあ今名前が挙がってる人たちだけじゃなくてもね。 なんで安倍さんじゃなきゃいけないのと、なんでそう思い込んでんの、うん、っていうふうにちょっと聞いてみたいなと思う時が時々あるんですけど、あのそれにしてもこの数字から国民世論って不思議だなってこうつくづく思うわけですが、うん、いろいろ考えた末にたどり着いたのが、あの冒頭で申し上げた4分類の話なんですよ。うん、つまり2と3、有能な悪党か無能な善人かいうところでいうと、 その、内閣支持率を支えている層の多くの皆さんっていうのは、まあ、はっきり言うと、3ではなくて2の方。うん、つまり、有能な悪党の方を選ぶ傾向が強いのかなと。うん、で、まあ、断ってきますけど、別に安倍さん悪党って言ってんじゃないでしょ。うん、悪党とは言ってないんですけど、同時に有能かどうかも、これ見方によると思うんですけどね。で、その上で、まあ、あえて言うと、 おそらく一定数の皆さんって安倍さんは信用できないけど経済問題や外交などでそれなりの成果を上げてるねと、えー。だからまあいいやっていう感じなのかなって気もするんですよ。うん、極論すると国民は無能な善人を選ぶよりは今のね安倍さんという有能風なちょい悪を選ぶ方がましだと思ってるんではないかな うん、いう気が僕はするんですね。それ以外、なかなか僕も解釈が難しいなと。なるほどですね。えー、あの、トランプさんは30%の強固とだんだんこう、最近報道されてきたので分かったのは、うん、例の、あの、イスラエルの大使館移転問題で、アメリカの全人口のうちの、その、まあ、特にキリスト教信者のうちの3割が、うんえー、強固なトランプ支持者。うん、これは分かるんですよね、うん、コア。ああ、うん、そういうコアなのか。けど、安倍さんの場合って、うん 要するにもうチェンジ、変革すること自体もういいよ。うん、あん、多少悪くてもさ、うん、いいよ。安定した方がって、どっかでこう、うん、まあ、内向きに考えちゃう方の気持ちもわからないでもないですけどね、うんうん。だからずっと遡ると、やっぱり安倍政権が支えている一つの要因っていうのは、民主党政権の失敗っていうのはあるんですよね。あ政権交代して失敗しちゃったと。うん、だから、今の自公の安定政権で行った方が、うん 景気も良くなるんじゃないのっていう意識が定流にあるってことは多分事実でしょうね。100点はいいんだよと。うん、ただ、自公連立で安定政権維持はいいからもしれないけど、じゃあ安倍さんでいいのっていうのはまた別の問題だと思うんですよね。うん、ただ、どうにもこの世論調査の数字っていうのは僕は未だに、まあ一応説明、自分なりの説明をしてみましたけど、はい、うん、まだ完全に納得はしてないね。な、うんでだろうと思うとこありますよね。はい えー、木曜日の深谷ジャパンコメンテーターは政治アナリストの伊藤厚夫さんでした。来週もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。1日に、うん、1> 理事長と会ってましたよっていう愛媛文書が出てきた。うん、だから先週僕この番組で言ったんですけど、賭計はもしかしたらあれ嘘でしたって言うよって言ってると思うんですよね。た、はい、だからその通りのパターンになってるんですよ。<laughs> だってそれ以外に安倍さんの発言と辻褄合わせる方法ないんですから。うん、だから先週も僕言ったんですけど、あの賭計の今回のコメントね。うん 報道各位しか書いてないやつがペローンといきなりマスコミに全部来たらしいんですけど、あれは、あの、いや、ちょっと愛媛県と今治市に嘘ついちゃいました、ごめんなさいっていう文章でしょ、うん、で嘘ついちゃいました、ごめんなさいっていうのが、という嘘をついたのか。うん、<laughs> そうだ。えでも、その通りなのか。まあ明らかに僕は前者だと思ってますけどね、うん、可能性が高いのはね。まあ、そういうものがどん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 出てきたんですけれども、 一方で言うと、なんかやっぱりもう森友家系の問題って、あの、僕はテレビのワイドショーなんかの、あの、要するに企画ずっと見てるし、自分もは出たり出なかったりすることがあるんですけど、ほとんどね、取り上げられなくなってきてるんですよ、森友家系の問題はこれ、いわゆる視聴率ですか稼げないらしいですね。そうですね。もう日大が視聴率稼ぎまくってるみたいなんですね。<laughs> うん、で、そういう状況の中でだん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 こうフェードアウトしていくのかな、 っていうう感じににこう今非常に、まあ、ある一種の僕は危惧の念を抱いているんですけどそれは冒頭言ったようにみんながもう飽き飽きしてね、うんえー、いつまでたったって真相はわからないじゃないのともういいよっていうふうになってしまうっていうのが果たしてそれでいいのかなっていつも思うんですね、うん、でここまで1年以上にわたって例えば公文書の改ざんの問題も1年前から嘘つき続けてたわけでしょ、うん え防衛省の日報の問題も1年前から嘘ついてたわけですね。隠してたわけですね。で、影 <laughs> の問題もずーっと1年以上引っ張ってる。で、真相がわかんないんだからもういい加減にしろよって言うんだけど、ちょっと待ってよと。その真相がうやむやむのまんま、積極的に真実の解明に取り組まなかったのは一体与党なのか、野党なのか。うん、与党ですよね、これ。うんえー、まあ、野党がギャャギャギャ言ってるのもなんだっすけどもね。うん まあでもそういう、そのみんなが飽き飽きしているなとっていう状況を反映しているのが各種の世論調査の数字だと思うんですよ。はい、で、ちょっとまとめている、例えば時事通信が5月の11日か14日までにやったのは支持が,指示が、えー、これだけはね、面白いんですけど 38.、38.1%でマイナス0.3なんですね。不支持が43で、不支持がちょっと増えて、0.4増えている。 でも他のですね、例えば読売、これ5月の18日から20日なんですが、指、え、示、ー、が3%増えて42、不指示が6%減って47、朝日、これは19日から20日ですね、指示、うん、が5%増えて36、不指示が、えー、8%減って44、うん、一番直近の25、27で行った毎日の調査が、指、え、示、ー、が1%増えて31、 不支持が1%減って53。大体まあ、時事除くとですね、なぜか支持率上がってきてるんですよ。り、うん、微,微増ですけどね。うん、もちろん不支持の方が上回ってるって状況は変わらないんですけれども、これね、すごく不思議だなと思うのは、そういう世論調査のデータの中で、例えば柳瀬さんね、はい、あの、3回あったとか、うん、かけとあったとか、今治だった、愛媛だった、えー、記憶にないと言い続けた人、 このヤナさんの説明に納得してるかっていう質問に対してはですね、大体どの調査も80%前後が納得できないって言ってる。うん、だから、家計学園に関する偽惑は晴れましたかっていう質問に対して、これ、朝日の場合83%が晴れてないと。うん、だから毎日でも家計について安倍さんの説明が信用できないって答えた人が70%いるんですね。で、言い換えれば、 9時9分です。文化放送国丸ジャパン極み深読みジャパンです。えー、木曜日のコメンテーターは政治アナリストの伊藤厚夫さんです。えー、その安倍政権なぜ支持率が、えー、もっとさらないかっていう話の前に、<laughs> えー、このニュースいきます。日本大学アメリカンフットボール部の悪質な反則問題で、関東学生連盟一部リーグの監督会は、 出場資格停止処分となった日大が今後復帰を許可されても納得できる組織改革が行われなければ対戦を拒否する方針で一致しました関東学生連盟が日大を出場資格停止とするなどの処分を決めたことを受け連盟に所属する一部リーグの監督会は昨日東京都内で臨時会合を開きました 会合には日大を除く15チームが参加し、日大が連盟の定めた条件を満たして復帰を許可されても、各チームが納得できる組織改革が行われなければ、対戦を拒否する方針で一致しました。議長を務めた日本体育大学の大山茂監督は、日大の再発防止策、新体制に対して、 実際に試合ができるのかどうかを考えていきたいと話しました。はい。えー、ま、えー、内田前監督、井上勤前高チは除名という、う処分ですね。 で、アメリカンフットボール部そのものの、ま、今後の試合については、えー、今年度、2018年度の、えー、試合というものの出場停止ということになっています。ただ、えー、体制が改まったら、その時はまた考えますよということなんですが、さあ、あの、毎日のように報じられているこの日大アメフト問題、あるいは、学校法人としての日大のあり方にも最近随分と注目が集まっていますが、伊藤麻夫さんはどのようにご覧になってますかあんまりあの、知ってるふりしたくないんで。<laughs> 自分の知ってる範囲なんで、はい、まずスポーツ、はいまあ、僕も大学の途中までずっとスポーツやってましたから、はい、スポーツと喧嘩の違いっていうのを改めて認識したんですね、うん、一つだけ大きな違いがありますね、うん、ルールがあるかないかです、はい、で今回のこの問題って完全にルール破りですよね、うん でまあ、今言われているところで言えば、監督、元監督、それから元コーチ、うん、ルールを破ることを、むしろ、その、奨励というか、押し付けて、うん、選手に対して押し付けていたという可能性は極めて高いんですね。うん、ということになると、もうこれはスポーツではないということですね。うん、で、じゃあなんでそんなことまでしたのか、うん、っていうのをやっぱり考えなきゃいけない。 申し訳ないですけど、アメリカンフットボールって、どっちかというとマイナーなスポーツですよね。はい、コアなファンの方、たくさんいられますけどおられますけども、マイナーなスポーツですよね。でも、その中での、ルール破りして、喧嘩スポーツじゃないようなことまでやってても、勝たなきゃいけない。うん、その背景に一体何があるのか。うん、そうすると、たどり着くのは、その監督やコーチの保身の部分ですね。うん あるいは出世立志に出世の部分、えー、あるいは日大という学内での影響力の増大なんかそういうものが非常に複雑に絡んでるような気がしてそうするともうなんかスポーツってまあ本当にこう,う美しくてオープンで、えー、汗と青春と涙でっていうイメージと全くかけ離れた世界がこの背景に ドヨーンとあったんだなと。と、うん。それが結果的にたどっていくと、大学という、その巨大、日大という巨大な大学組織の、うん、まあ、いわば、その体質は、うん、国民の7割から8割は、総理としての安倍さんを信用してない。あるいは、安倍政権の対応を納得できていない。と、うん、いうことになるわけですよ。数字上は。うん もっと極端なのは、安倍さん嘘ついてるねって、大体皆さん思ってるっていうことになっちゃうわけですよね。世論調査の数字の中でも、自民党を支持している方の中に、うん、自民党を支持している方に聞いてみて、今回のことではっきりしてますか、解明してますかっていうと、うん、してないっていうのはやっぱり70%ぐらいなんですよね、うん。で、面白いのは、ただね、一つ面白いのは、例えばその、じゃ次の総理誰がふさわしいですかっていうと、うん、一般の、 人向けの調査結果で言うと、大体いいまあ石破さんがトップに来て、うん、次が安倍さんか小泉進次郎さんか、うん、で、ずっと下の方行って岸田さんってケースが多いんですけど、うん、自民党支持層で見ると圧倒的に安倍さん支持が多いんですね。うん、なんかね、こう世論調査の数字だけを全部僕信用するわけじゃないけど、なんかこう、皆さんのこの答えるその数字を見ていると、ものすごくこう、うん 意味が不明になってくるんですよ。<laughs> ないですよね。なんでなんだろうと<ー>。これだけ皆さんが安倍さんもう信用できないよって言ってる。それから不支持の理由の中でも、もうダントツ安倍さんを信頼できないが多いわけですよね。それでも一方、内閣支持率は、まあ、下げ止まり。多少回復傾向がある。政治って、前から僕言ってますけど、 物を作ったり売ったりする商売じゃないですから、言葉が全てなんですよね。うん、で、その言葉が信用できなければ、政治って成り立たないはずなんですよ。言葉によって国民に説明をする、納得をしてもらう、理解を得る、それによって前に進んでいくっていうのが本来の姿でしょ。でも、このデータを見ると、安倍さんの言葉を信用してる人はあんまりないわけですよ。うん ただ一方であの言うと、でもまあ安倍政権でいいじゃないって、この数字を見るとねあの、思ってしまうところがある。で、もう一つうこの政権の特徴の一つはですね、あのどんなに落ち込んでもだいたい3割ぐらいであの止まるんですよ。うん、30%ぐらいの支持率はいなんとか維持するんですよ。過去もそうですね。 去年の7月8月頃は3割切った調査もありましたけどだいたい3割っていうラインなんですよね。でこの底堅い3割の支持層って一体何なんだろうで分析していくとおそらくその中の3分の1から半分近くはまあいわゆる安倍さんのいわゆる保守的な考え方タカ保守というかな戦後レジームからの脱却みたいな。うん 物言い,いこれを、まあそれこそ盲目的に支持している人たち。はい、ですから何があっても安倍さん支持残りの半分から半分今日は、まあどっちかというと、まあいろいろあるけどさ、まあ安倍さんでいいじゃん、と、えー、いう人たちなのかなっていう気が僕はするんですね。うん、ただ、あの、その、まあ安倍さんでいいじゃんって人たちにも僕は問いかけてみたいって聞いてみたいんですけど、 自民党って僕もまだ多彩な人材がいっぱいいると思うんですよ。まあ今名前が上がってる人たちだけじゃなくてもね。なんで安倍さんじゃなきゃいけないのと、なんでそう思い込んでんのっていうふうにちょっと聞いてみたいなと思う時が時々あるんですけど、あの、それにしてもこの数字からの国民世論って不思議だなってこうつくづく思うわけですが、いろいろいう話し合いを日大はしていますってことを、まあ、 日本大学に関係している方、あるいはこれから日本大学受けようかなと思っている方、まあスポーツで張りたいって方もいらっしゃるでしょう。そういう人たちに見せるようにしなければ意味はないと私は思うのですが、一大の話はこの辺です <laughs>、えー。えさ、ー、て、木曜日恒例の伊藤敦夫さんの川柳です。一年中、梅雨空続く、長田町敦生。 まさにそうですね。一年中、梅雨空続く長田町。じめ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 してね。たまに晴れるかなと思ったらまたザーッと降ってきたり。そうですね。ザーッと降りゃいいんだけど、なんかパラパラパラ,パラパラ降ってんですよね。ずっとね。じとじと。じとじとですね。<laughs> まあ昨日も投資討論みたいなのがあったんですけど。みたいなのらしきものがね。えー、まあ、例によって、安倍さんはうまいなと、うん、質問には一切正面から答えない。うん、から 無関係な話をだらだらだらダらやって時間を消化する能力が極めて高いなと思ってみたんですけど、うん、おそらく皆さんああもういい加減にしろよでもいい加減にしろよってみんなが思うのを狙ってるのは誰かってこともう一回考えなきゃいけないですよね、うん、誰なんでしょうね,ねさてあの今日はねちょっと僕は前に聞いた話で面白い話を思い出したんですけど権力のトップの座に座る人のそのパターンっていうかな四分類であるっていうんですよ、うん 有能な悪党。あいや、有能な善人。有能な善人。有能な悪党。有能な悪党。無能な善人。無能な善人。無能な悪党。無能な悪党。だいたいこの4種類に分けられると。権力のトップについてる人間っていうのは大きく言うとね。で、もちろん誰が見ても一番いいのは、有能な善人ですよね。で、一方で言うと、その、無能な悪党。 これがあの最もダメなのは大体皆さんすぐ分かりますよね。うん、で、一方で世の中に有能の善人って、有能の善人がトップにつくってあんまりないですよね、残念ながらね。うん、そうしたあんまりいないですよね、聖人君子みたいな人は。うん、で、一方で言うと、無能の悪党っていうのはですね、やっぱり無能なだけに割と簡単に見抜くことができるケースが多いですよね。うん そうすると、これもなかなかトップの座には座らない。まあ、間違えて座るケースはありますけどね。問題は2番目と3番目なんですよ。うん、有能な悪党か、うん、無能な善人か。うん、一体、あの、どっちを選べばいいのかっていうのは、ね、これ、うん、ある種永遠の課題なんですよね。うん、どっちがいいと思います、黒山さん。これは悩むところですね。でしょただ、悩ましいのは、うん、えっと、無能な善人。うん、で本人は、 悪いことしてると思ってないから、うん、い,い,いい人なんですよ。うん、でも、そういう人いますね。いますよね。<laughs> 誰と言わないけどね。<laughs> うん民主党政権の時に、あの、なかったら言わないんだけど、うん、これね、すごく悩ましいテーマなんです。うん、永遠のテーマと言ってもいいかもしれないですね。うん、で、ま、の、 今週集中審議もありましたね。うん、あの、月曜日にね。あれなんか見てても僕はつくづく思ったんですけど、森友の影の問題なんかでも、あの、例えば佐川さんっていう方、なんかもうすぐ、あの、どうやらこれ立憲を見送るというね。うん、まあ、検察審査会が出てくる可能性あるんですけどね。はい、えー、この集中審議の中でも新たな事実、これはまあ、愛媛の新聞書をいうのが中心になって出てきてるんですけど、 昭恵夫人の関与を、まあ、日本語普通に読めば、あの記述を見ると、うん、関与してたじゃんっていうふう <laughs> に思われるような文章が出てきた。それから、もう一つびっくりしたのは、あの、家計がね、うん、あの、獣医学部の新設に関してですね、まあ、安倍さんあの1月20日まで知らなかったとずーっと言ってるんだけど、うん、いや、実は10 2015年の2月の10日。みたいなものに、どうもこう、原点があるような気がするんですよね。うん だから逆に言うと、そこを正していかない限り、似たようなことはまた起きるんじゃないかな、例えば、監督も辞めた、それから当該コーチも辞めました、それからなんか主要なあのコーチも3人ぐらい辞められるとか辞めたとかって言ってますけども、はい、結局、内田さんという方は、今、一時的に職務停止してますけど、うん、自主的に、まだ常務理事だっけ。日大の常務理事ですね。辞めてないわけですね。うん、でそうすると、そのまま残られるということになると、 人事権はそのまままた掌握するわけでしょ、うん、ただ新たなコーチ陣あるいは監督を選んだ時にも必ずこの人の影響力というのがそこに残る可能性が高いそうすると考えていくとやっぱり、まあ、まずこの方の影響力を一切排除するという形を取らないと本当の意味での体質改善にはならないだろうとで同時にじゃあその方の上にいる方との関係でいうと、まあ、ナンバー2と言われてますね。うん で、ナンバーツーに取り立てたのはナンバーンだと言われてる。その理事長の田中さんという方だと言われてるで。その方がこれまでは一切出てこない。うん、えぇ、ー、掛け学園の理事長みたいなもんですね。そうですね、えー。何があっても本人は一切出てこない。うん、えー、そういうその、一番上にいる人の、要するに指導方針ですよね。ある意味で言うと。うん、それが全てに影響を与えているような気がするんで、うん あの、黒山さんもね、日大出身。はい。で、非常に、あの、迷惑されてると思うんですね。<laughs> なんか知らないけど、あの、謝罪を求められることがありますね、えー、飲み会であの、一時期麻生政権の時にね、<laughs> えー、あの、お前も学習院だから漢字読めねえだろって散々やられてるですね <laughs>、えー。非常に迷惑をしたことがあるんですけど、<laughs> 本当に日大の学生さんもそうだし、OB の皆さんも非常に今迷惑してると思うんですけど、うん まあその意味で言うと、これだけたくさんの現役の学生、OB もいるんだから、日大改革にさ、その人たちが一丸となって取り組んでみたらどうなのかなっていう気がしますけどね。 本当にあの、まあ、日大 OB、OG、いろんな考え方を持ってらっしゃる方もいらっしゃるでしょうけど、現在も例えばその日本大学のこう、まあ、例えば評議委員会ですか。うん、そういうところでも今回のことを取り上げて何とかしなきゃいけ,いけないんじゃないかって言われながらも、やはりトップからのこう圧力という、そのトップが別に何を言ったというわけじゃないけど、存在の圧力で何も言えない状況になってるっていうこと長田町そっくりじゃないですか。全く同じですね。<laughs> えー ですんで、これ、今は、あの、警察の捜査も入ってきてるし、今、週刊文春、週刊新潮もかなり確信をつく報道をし始めている。まあ、その審議のことはまた別に置いといても、そういうところから明らかになっていくってことで言うと、関東学連が求めている体制の刷新っていうのは、アメリカンフットボール部だけのことではなく、アメリカンフットボール部を、こう、まあ、管理している大学当局の、まあ、体制の刷新ですか。 これまでひょっとして求めてるのかなそれから、あの、感覚の被害にあった奥野選手のお父さんも、元のところをこう改革しなきゃ、この事件ってうやむやに終わっちゃうので、うん、なんとかこれから切り込んでいきたいんだってニュアンスのことをおっしゃってるし。うんうん、で、最終的にこれ一見落着はかなり時間かかると思うんだけど、うん、大学改革しても、伊藤沢さんおっしゃってる通り、また同じことの繰り返しになってはいけないので、うん かなり厳し、難しいと思いますが、可視化ですね。うん、このようにして日本大学は変わりましたという過程も含めて、うん、日大のホームページには何にも出てませんからね、今回のこと。<laughs> 一切、アメフト部が出てますよ。うん、アメフト部のオフィシャルサイトには。うん、でも日本大学の ホームページ見ても全然書いてないので、もう呆れても情けないやら何やらなんですが、ホームページか何かで刷新するんであれば、その意気込みから、それから今こう。